ただいま。こんばんは、猫背です。ということで、現在の時刻が4月7日日曜日の23時7分になっております。こんばんは。帰ってまいりました。猫背はですね、4月7日の、月と猫のダンスを見に行かせていただいておりまして、終わってすぐ、ブーンって新幹線乗って、もうトンボ帰りですね。ゼロ泊で帰宅しました。ちょっとスケジュール的にはきつかったです。はい。まあまあ、それはいいんですけど、無事ね、2024年版、月と猫のダンスを見てきました。まず、めちゃくちゃ良かったですね。相変わらずめちゃくちゃ良かったです。こちらの動画ではですね、ざっくりね、まあ、帰ってきてすぐの猫背が忘れないうちに、感想を喋っていく動画にしようかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。今回会場、有明アリーナ、初めて行きました。有明アリーナですね。めちゃくちゃ人いました。まあ、ちょっとね、猫背さんダラダラ、岩手から東京に行ったもんで、現地に着いたのがですね、2時40分とか、もう3時前みたいな、会場がほぼ始まってたような、状態だったんですけれども、すごい人でした。でね、ガチャガチャ、回せませんでした。なんか、初日も結構早く売り切れてたんですってね。なんかネタバレ怖くてツイッター見なかったんですけど、見とけよかったなって思いましたね。で、後書き会員のね、ところ行きまして、まあ、愛も変わらずね、オフィシャルページにね、入る入らないでちょっと手こずりまして。まあまあまあ、いいんですけど。んで、はい。もらってきました。バーン、1枚はね、なんと、猫のやつ。これね、普通に一発目でもらって、で、二つ目、絵柄選べますよって言われたんですけど、なんか、あんま、疲れてて聞こえてなくて、鹿になったのかな？なんか鹿、わかんないけど、なんか鹿っぽいやつが来ました。とりあえず、このピックでしたと。で、開場しまして。でね、ありがたいことに、猫背はですね、猫背と猫背の彼女さんなんですけども、アリーナ席の9列目で、今回見させていただくことができました。いやー、今回の席がかなり当たりだったね。はい、景色こんな感じでした。めちゃくちゃ当たりでした、正直。僕がヨルシカのライブで見た中では、結構トップクラスに近かったですかね、多分。仙台公演とかだとね、結構座席の終わりに近く感じるとこもあるんですけれども、まあ、大きいキャパのね、会場で9列目で見させていただきました。9列目の53番、54番で、見させていただきましてですね、もう目の前にね、ステージがあるみたいな。そんな状況でございました。そしてね、ちょっとナブナさん寄りの、ところで、見させていただいたと。いやー、ありがとうございました。本当にありがとうございます。まあ、会場結構ね、もうすっげー広くて、もうどこ見ても人みたいな感じでね、まあ、もうパンパンに詰まってまして。で、ちょっと会場前のね、撮影 OK ということだったんでね、こんな感じでした。いや、すごいですね。もう、ヨルシカのライブ直前だなっていうね、もう生き慣れてる人は、はいはいはい、この感じですねっていう感じだったと思うんですけども、緊張感ありましたね。ざっくりにはなるんですけれども、こっからセットリスト見ていきましょうか。最初ね、朗読、プロローグから始まりまして。で、多分僕が前回去年見た仙台の俳優さんとは違う方だったんですかね。村井さんという方でしたね。はいはい。村井さんのプロローグから始まって、朗読丸一。はいはい。いや、で、最初初っ端思ったんだけど、めちゃくちゃいい声でしたね。当たり前なんですけど、多分ミュージカルでね、やられてる方だから、それはそうだろうって話なんでしょうけど、あんまりその舞台とかミュージカルとか見に行ったことがなくてですね。で、まあ仙台公演で月と猫のダンスで初めて見たぐらいの感覚なんですけれども、またその時とも違ったこう迫力みたいなのがありましたね。ここに画家がいるっていうね、なんかすごい当たり前の技術としてもうそこにあるというかね。ちょっとあんまり疲れててあんま頭回ってないですけど、もう目の前で見れてね。その、で、モニターもあったんですけど、どっち見んのみたいな。で、細かい表情見るときはモニター見たいわねつってこっち見て。で、でも実際のそのね、役者さんのやつ見たいよつったらね、こっち見て。みたいな感じでした。あれだね。生の声も聞こえてくるもんで、そのマイク通してちょっとラグが少しはあるんですけど、あ、本当にそこで喋ってるんだみたいな感動がありましたね。ちょっと舞台をあの近くで見れたっていう、なんかその、またちょっとヨルシカライブとは別ですけど、その嬉しさもありましたね。目の前で。村井さん喋ってらっしゃる。すげえかっけーみたいなね。で、一曲目、ブレーメンから始まりました。ブレーメン良かったっすね。わかんないっすけど、ちょっとスイさん硬い感じしましたよね、今日一曲目で。やっぱまあ、
ね、カメラも今回は入ってたんで、あ、そうだ、カメラ入ってたんですよね。そう、カメラ、はい。この張り紙が貼ってありまして、で、もうクレーンのカメラがこうガーンってやってて、まあ、映像多分撮ってました。円盤化されるんでしょうね、多分ね。で、ちょっとスイさん硬いかななんて感じ、ブレーメン最初しましたけど、もう途中からもうノリノリになってましたね。はい、もう、嬉しかった。ブレーメン大好きなんで、MBS っていうね、ラジオ局で、生放送させていただいた時の曲でもね、僕かけさせていただいたんですけど、ブレーメン大好きで、早速聴きましたというところでめちゃくちゃ嬉しかったですね。で、2曲目にね、まさかの雨とカプチーノが入りました。雨カプみたいなね。アシルのね、曲をメインにセットリストに組み込まれてるっていうところだったと思うんですけど、まさかの雨とカプチーノ。エルマですね。アルバムエルマの中から1曲が出てきました。ちょっとこれはびっくりしましたね。はいはいはい。でもね、生アメカプやっぱいい、やっぱいい。で、映像でね、こうマグカップのね、こう浮き沈みみたいなね、こう映像がありまして、僕初めて見たんですけど、あれ、いや、なんかあれも良かったですね。で、こう3画面になってて、こうね、右中央左みたいな感じでこうなってて、それぞれでちょっと角度が違う映像が流れてたりして面白かったですね。その視覚的情報も面白かったです。で、やっぱりスイさんね、どうかーがめっちゃいい、どうかーがめっちゃいい。はい。で、朗読2番が入りました。ね、もうね、なんかこう俺ね、すごいわかんないんだけど、別に演技のこととか全然わかんないんですけど、今回のその村井さんに関しましては、僕ね、小声の演技がめちゃくちゃかっこいいなと思って、なんかその元恋人の方とね、お話しする様子のこう演技とか、そのいやみたいな、その小声のちょっと息が漏れたような感じの演技というか、こう発声っていうのも、わ、すげえなんか伝わってきますねって感じ。いや、監督、俺小声がすごい聞き取れるっていうなんか驚きと、なんかそれで伝わってくるなんか感情の動きみたいなのがあって、あ、これは村井さんかっけえなみたいなね、え、思いました。で、さよならモルテン、さよならモルテンがめちゃくちゃいい。まあ、なんか画集でね、こう基本的には聴く楽曲になるということで、まあ、サブスクとかではね、こう公開されてない曲ですけども、なんか申し訳ないけど、やっぱり画集のシステム、ラブナさんの狙い通りと言わざるを得ないんですが、なかなかね、こう画集限定の曲っていうのがさ、聴かなくなるときは聴かなくなるっていう、なんかその期間がどうしても空いちゃうみたいなのがあるじゃないですか。で、猫背もそんな感じで、さよならモルテ久々に聞いたんですけど、やっぱいいね。やっぱいいね。さよならモルテめっちゃグッとくるな、みたいな。またサブローでした。いや、なんか、ノリノリの曲、やっぱかっこいいね。もうギターでもう、ウィーンみたいな感じだったし、ハッちゃんも、うわーみたいなね。スイさんもノリノリだし、すごいね。もうなんか、風が、吹いたみたいなね。まあ、風化かよってね。まあまあ、いいわ。こう風を感じるような演奏で。でもやっぱ、またサブローの時のスイさんのこう迫力っていうのはもうめちゃくちゃすごかったですね。映像もね、ドッドドドドドドドってこうね、バーって文字出て。よかったですね。朗読さん。はいはい。ここでね、また朗読が入っていきますわ。もうなんかさ、もうまたサブローでわーってなった後にこう、また落ち着いたいい声の村井さんが入ってくるんですね。めちゃくちゃ素敵。そのギャップが、うん、なんかキュンとくるみたいなね。で、その、あれでしたね。細かい気配りが素敵だなって思ったんですけど、こう、ま、演奏と朗読っていうので、こう、今回はね、こう、分けてたというか、ステージでは演奏とかスイさんのところで、ちょっと手前にね、アクターさんがこうやるっていう感じだったんですけど、あんね、こう、なんていうの、キャンバスを、その演奏の時は下げてて、朗読になってから出すっていうのをこう毎回やってたんですよね。あの気配りがね、素敵だななんて思いましたね。やっぱ見えなくなる人もいるからね。ああ、これはやっぱ舞台というかね、その演奏と舞台の両立ってところでファンの方への気配りっていうのがすごいされていて、なんかキュンときましたね。まあキュンときたっていう表現が合ってるのかわかんないですけど。で、月に吠える。やっぱあの艶っぽい水産って言ったらいいのかな。その、盗作の時のね、春日時とかもそうですけど、なんか色っぽいっすね、月に吠えるの水さんね。で、なんかシベリアンハスキーなのかな、ちょっとごめん、ハスキーなのかな、俺あんま犬わかんないけど、犬がこう出てくるのがね、可愛い映像なんですよね。その月に吠えるのあのテンポ感と、ちょっとダークな感じもあるんだけど、その出てくる映像がね、可愛いんです。犬がこうね、こう、歩いてたりするんだけど、あれ可愛いよね、ハスキーが。
カオブドゥーンみたいなね。あれめっちゃ良かったっすね。でですよ、451。まあ、451。ちょっと皆さんなんで451って言いますね。451。神。いや、もうね、ナブナさんがもう楽しそうでしょうがない。いや、めちゃくちゃ良かったっすね。でね、ナブナさんこう結構ノリノリだったんですけど。で、僕とカナダさんがいた席がそのナブナさん側の席だったんですけど、あのね、変な奴らだっつって、こっち来てくれて、で、あぐらと思って、あぐら書いたり、こう、指さしてくれたり、ファンサーがエグかった。ああ、ナブナさんみたいな。ね、俺昔 YouTube でね、言ってな、昔 YouTube でね、451初めて聞いた時のリアクション動画も出しましたけど、あれに近い感激を覚えましたね。俺じゃないみたいな。いや、いいっすね。めちゃくちゃハンサー。あと、やっぱ、ナブナさんの声っていい声っすよね。これもう周知の事実だけどね。みんなわかってることだけど。ナブナさんの声めっちゃいいね、みたいな。増やしてのさ、あのさ、その、てーのさ、これちょっと伝わるかわかんないです。てー。あれめっちゃいいっすね。あれ、ごちそうさまです。ノリノリのナブナさん。でね、451俺見てたんですけど、結構近かったんでね、見てたんですけど、スイさんが、そのナブナさん側をね、こう見てるのよ、こう。え、ナブナ君どうみたいな感じなんだけど、ナブナさん、スイさんの方いいっすよね。ナブナさんもう一人、独壇場になってて、スイさんずっと見てんだけどね。あの、目合わないいいですね。あれもなんかね、ナブナさんを見守るスイさんみたいな感じ。朗読4、入りました。はいはいはい。ここだったかな？ちょっと俺もさ、全部を記憶してるわけじゃないからあれなんだけど、その、フクロウのやつとかめっちゃ可愛かったの。あの、鍋を持ってね、芥田さんの鍋持ってこうやって行くんだけどさ、あれがね、めっちゃ可愛くて、で、あの後絵描くんだけどね、定期的にね、こう、フクロウ撫でるんだよね。で、それもなんかやっぱリアルで、やっぱ生き物がいるように見えますね。変な話。当たり前なんだろうけどさ。いないものをいる演技っていうんですか？わかんないですけど。あれめちゃくちゃ素敵だったなと思いました。今回特に。俺あれ笑ったんだよ。なんかさ、俺の隣の人とか全然笑ってなくてめっちゃ恥ずかしかったんだけど。なんだっけ、ちょっとごめんなさい。一言一句は覚えてないですけど、その、カエルが来た時にね、この手の類のものは苦手なんだよな、みたいな。で、俺、カエルなんて、つまんないこと言わせんなみたいな。で、俺、プッてなったんだけど、ね、会場誰も笑ってなくてめっちゃ恥ずかしかった。あれ、村井さんのアドリブなのかな？めちゃくちゃ良かったっすけどね。村井さんに届け。そして、宮古地っすよ。宮古地。なんかわかんないけど、その前のね、去年見た時の宮古地より安定感がえぐくて、まあ多分、スイさんもこう、歌い慣れてきてたのかな、なのかわかんないですけど、なんか今日の宮古地めちゃくちゃ良くなかったですか？わかんないけど、あれはもう明らかに調子よ、みたいな。スイさん絶好調みたいな。パープルのあの、ピンクの顔みたいなね。伸びやかだし、あとこう、演歌っぽい歌い方になるじゃないですか。あのなんかこう、残し方というかね、まあ聞いててもときめくレベルの宮古地でしたね。で、なんか、こう歌ってる時の、こう、スイさんの、こう、手の動きもなんか演歌の方っぽい感じがあって良かったっすね。もう和の心になってるな、みたいな。わかんないですけどね。いや、素敵でした。もう宮古ちゃんめっちゃ良かった。はい、次、ただに聞いておりのレレイ。ただ君に晴れです。これ言っていいっすか？いや、ちょっと、いや、わかんないけどね。いや、ただ君に晴れめちゃくちゃ良かったんですよ。ただね、俺一個実は気になってて、これ円盤化でどうなるかわかんないんだけど、あの、最初の、あの、でだけを、多分俺の記憶が間違ってなければ、スイさん言い忘れたと思うんだよね。歌い忘れみたいな。で、なんか、だけ言わなかったなと思ったら、スイさんもその後なんか、ピクってこう、なんかなってた気したの。なんか、忘れてたみたいな。これどうでしたかね。見た人いたらぜひちょっと、そう思ったよって人いたら教えてほしい。なんか俺の勘違いなら勘違いでもいいし、忘れてたら忘れてたでめっちゃ可愛いし、で、いやいやいや、みんなに歌って欲しかったんだよならさせしょって感じだし、あれめちゃくちゃ俺笑わないけど、いや、あれちょっと、どけ言ってないなと思ったら、スイさんが可愛い反応されてたなって思いました。で、知能買って、ライティングがすげえ綺麗で、
夕日のさ、ライティング、それこそ左右盲とか他の曲でもそうだったんだけど、夕焼けのライティングめっちゃ綺麗だったね。血の糧よかったわ。朗読後、正直ね、どこで区切られてるかもう忘れちゃってるんで、あんま覚えてないんですけど、あのね、もう一個朗読で俺がすごい良かったなっていうのが、鹿が来て、鹿来るんですよね。そのアクターの方がこうね、椅子持ってきて、こうね、こう乗って、こう、おじかがいるみたいな、ね、おじかですみたいな。で、なんかまたね、こう結構そなたを弾くわけ、こう、でっつったら、鹿が泣くんだね、こう、うわーみたいな。で、ちょ、うるさいみたいな。ちょ、それやめてみたいな。で、言って、次今度鹿が、ガンガンガンって、角かなけど、こうね、攻撃じゃないんだけど、こう、音立てるんだよね。で、それもダメみたいなね。それもダメみたいな。てか、鹿賢いな、みたいなね。その、やっぱ、ダメって言われたことはやらないっていう。まあ、鹿素晴らしいね。やっぱ、それがダメならこっちっていうね。鹿賢いと思って、めっちゃ笑っちゃいましたけどね。で、その後、第5夜の演奏から、雪国イサナですよ。これもね、さっき言った、さよならモルテンにも通ずるところですけど、なかなかやっぱね、こう、弦頭を開かないと聴けない曲になってくるわけ。で、やっぱ久々に聴くと、えぐい！久々に聴くと、えぐい！まあ、雪国に関してはもう圧倒的、もうスイさんの歌唱力、一本勝負みたいなところもあって、でね、もう、ミュージックビデオとかそのライブの映像も、こうね、一つのこう映像に、淡々と歌詞がこう並んでいくっていう。もうね、ある意味そこに特別なデザインは、こう、必要としないというか、もうスイさんの歌唱力で、あぼー、あぼー、にゃ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 、もう、すごい、ひねえ、ずなって、もう、めちゃくちゃかっこいい。イサナもそうでしたわ。でさ、雪国イサナのさ、なんか、クジラみたいな音ってさ、前回公演とちょっと変わってたよね。気のせいかな？なんか、ブワーみたいな。演奏生音になってたのかな、今回。前って多分録音されてた音だったんじゃねえかなって思ったんですけど。朗読6です。正直何の朗読だったのか覚えてません。このね、イサナの後の朗読。あれかな、展示会やるやらないのあたりだったのかな。でもあれでしたね、その、元恋人との電話の様子とかも、演じ分けがすごかったっすね、村井さん。まあ、もちろんね、前の公演の方もすごいかっこよかったんですけど、今回も女性が喋ってるから、ね、憑依されてるというか、あれはすごい良かったっすね。何言ってんのみたいな。どうせね、そんなん、なんちゃらかんちゃらみたいな。いや、ここの、ね、この感じがめちゃくちゃいい。みたいな。でも良かったっすね、朗読ね。はい。で、車用、車用、車用を聞きました。ちょうどね、僕ヤバの最終回でも流れたと、話題になってた車用がね、なんと今回初演奏。で、めちゃくちゃ良かったっす、車用。ほーで始まった時に俺らのもう、えみたいな。ええみたいな。えぐかった、興奮が。で、やっぱというか、スイさん歌うめえ。あかねさー、そのもうエグかったシャヨ、ドゥル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 、もう演奏もめっちゃかっこよかったし、で、こうね、オレンジのそのシャヨのね、ライティングにこうなってるしさ、でもうなんか、最後のね、スイさんの、僕らドゥルドゥルドゥルの、あの感じもめっちゃよかったし、いや、車両生でまさか聴けるとは正直思ってなくて、ちょっと面食らいましたね。えぐかった。ライブ映えする。生で聴けたぜ。いやー、靴の花火と。いや、これも良かったなぁ。なんかね、朗読どっかで靴の花火の話してて、その後歌わなかったりしたから、靴の花火ないのとかって思ってたんですけど、ちゃんとここでね、回収されました。朗読7。ここが何、大家さんと喋ってるあたりかな。大家さんとの感じもすげえ、見に行きませんかみたいな。みたいな。あの、村井さんの笑い方めっちゃいいよね。みたいな。あの笑い方がめちゃくちゃいい村井さんね。大家さんが、意外行かないよ、みたいな。で、なんかピアノもね、引き払っちゃうぜ、みたいな。みたいな。そうな、みたいな。なんか、めいっ子がね、なんか、使うから、ね、回収、みたいな。なんか、音の苦情も入ってたのかな、なんて言ってましたけどね。
なんかせっかくね、なんか、君たち彼らとこうね、あれしたのに、みたいなね。あのなんかこう、大家さんへのこう、遠慮がちな感じというかね。あれも村井さんかっこよかったっすね。で、こっからはもう最強コンビ、左右も、そして春泥棒を歌ってくださいました。よしよしよし。左右もはね、まあまあもちろんその伝統に入ってる曲なんでわかるんですけど、春泥棒。春泥棒また聴けちゃった。前世以来ですかね。だから、いやー、武道館の前世以来の春泥棒でしたけども、やっぱりね、まあ、なんか、春なんで、この4月のね、いろんな新生活が始まるとか、桜が咲いてる、この、ね、現状の中で聞く春泥棒、めちゃくちゃいい。やっぱ、日本人に刷り込まれてるこの四季の美しさとか、そういうのに魅力的に感じるこう思考というかね、そこにズバッとくる春泥棒で、なんかやっぱスイさん春泥棒歌うたびにエグくなってる気がする。いや、春じまいバーンじゃないのよみたいな、すっごいじゃんみたいなね、エグいことなってましたね。で、こうピンクのライティングがこうバーってなってて、めちゃくちゃ良かったね。かっこよかった。演奏も良かったしね。アコギのドゥンドゥン、ドゥドゥン、ドゥンドゥンドゥンみたいなね。アルジャーノンっすわ。アルジャーノンマジでいい曲だね。ゆっくりと変わっていくさ。なんか、俺前の月猫でも結構アルジャーノンが刺さっちゃって、なんか、変化に対する歌なんですよね、やっぱり。で、それは確かにそのアルジャーノンっていう作品のね、オマージュから、そこから来てるものなんで、そこにね、こう照らし合わせることもできるんですけど、それこそね、この春に聞くってなれば新生活とかね、僕たちも気づかない間にゆっくり変わっていけてるんだぜ、みたいなね、なんか、超圧倒的応援ソングとしても聞けると。なんかグッとくるんだよな。なんか変化に対する切なさとか、そういうなんか寂しさみたいなのもあるんですけど、ヨルシカのね、そのスイさんの歌声込みでアルジャーノンでこうそっと背中を押してくれるようなね、なんかそんな印象があって、もう泣きましたね。アルジャーノンめっちゃいい曲だなみたいな。なんか発表した時からもちろん好きだけど、ライブでこう聴くたんびに好きになっていく曲だなーなんて思いましたね、アルジャーノン。で、朗読8です。最後はね、展示会がこう始まりまして、なんかね、村井さんなんかまた違うジャケットなんか入っちゃってね、なんかでね、こうここにあるね、連作側なんちゃらかんちゃらみたいな、こうね、ぜひお楽しみくださいみたいなね、こうポストカード配ってますんでみたいな、これだこれだみたいなね、もうやったやったみたいなね、こんな感じで俺らもね、こう聞いてましたけど、でですよ、最後まさか女の人がね、こう、女の人がこう、え、誰みたいな。女の人、誰みたいな。女の人だってなって、で、喋ったんですよ。女の人、なぎなぎ。怖い話。今、アクターさん、画家の男一人、みたいな感じでね、前回というか、去年の月猫もそうやって回ってきてたんですけど、女性の、アクター、誰で喋るんですよね。で、どうやら、ちょくちょく電話をしてた、元恋人だと。で、どうだったみたいな。喋るんすよ。で、めちゃくちゃいい声だし、で、聞いたことあるってなって、え？みたいな。あれ？みたいな。で、めっちゃうまいの。感情の入れ方とか、ちょっといたずらっぽく笑う様子とかが、めちゃくちゃなんか、みたいな。村井さんに負けないというか、まあ、負けないぐらい。で、ずっと、後ろ見て、誰みたいな。で、これも、公演中分からなかったんですが、公式発表ですね。セットリストの発表と同時に分かりました。元恋人、スイ。元恋人、スイ。元恋人、スイ。まさかの、スイさんが、まあ、アクター側としても、こう、出演と。ありがとうございます。いや、ちょっとびっくりしたね。で、俺公演終わった直後に、彼女にね、俺スイさんじゃなかったみたいな。多分どうだろうねみたいな。でもなんかいまいち確信を持てない。スイさんでした。元恋人スイ。ということで、ざっとね、セットリストから振り返ってみました。まあね、すいません、ちょっと今帰ってきて、この興奮そのままで喋っててね、でもう疲れて頭回ってない中、喋ってるので、ね、多分落ちてるところとかね、いやいや、ここ触れなきゃダメでしょってところ
逃してるところあるかもしれないですけど、まあ、ざっくり今、喋れるところはこんな感じでした。はいはい。いや、まず良かったっすね。で、まあ、追加公演ということで、その再演とかではなく、まあ、円盤に入れるっていうところと、あとまあ、前世の要素というか、前の過去の記憶、前世の記憶をこう、間に入れるためにね、あの、春泥棒とか、ただ君に晴れとかっていう楽曲が差し込まれていたのかななんて感じでしたね。まあ、そこね、深い考察とかなかなか、ちょっと難しいところな気もしますけれども。あとはね、あの猫の鼻にこう、とか、鼻を強調するっていうのが結構多く見られました。これはね、改変された内容ですよね。まあ、僕に似てる、え?あの動物たちあなたにそっくり、え?みたいなね。いろいろありましたんで、こう鼻にね、こう、なんか、こうね、キスのメタファーなんですかね。まあなんか、で、猫いなくなりました、みたいな。え?みたいな。まあまさに、まあまたね、謎を呼ぶような展開で最後終わりました。まあ、ここは正直難しいね。だからね、猫自体が、まあ、エイミーとかの記憶を引き継いでるのかなーなんて思いましたし、その実際に霊が取り付いてるうんぬんかんぬんみたいな話もありましたからね。ということで今回は、ヨルシカライブ2024月と猫のダンスの4月7日、映像ね、こう、カメラが入ってた、公園に行ってきましたよという動画でした。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。